泉京花、泉京花、泉京八1873年、明治6年11月4日から1939年、昭和14年9月7日は、日本の小説家、明治後期から昭和初期にかけて活躍した、小説の他に、擬曲や、俳句も手がけた、本名、京太郎、金沢主新町生まれ、小崎公用に指示した、夜行巡査、 下下室で評価を得、高野清で人気作家になる。江戸文芸の影響を深く受けた怪奇趣味と特有のロマンティシズムで知られる。また近代における幻想文学の先駆者としても評価される。他の主要作品に、商用狂言、不敬図、歌安頓などがある。1873年、明治6年11月4日、石川県金沢市下新町に生まれる。父、 聖治は、孔明を真っさみつと言い,い、加賀藩細工型白銀色の系譜に属する、造眼細工、長金等の飾り職人。母、鈴は、加賀藩ご手役者くの竜王鼓方、中田万三郎豊吉の末娘で、江戸の生まれ。幼少期における故郷、金沢や母親の思い出は、後年に至るまで教科の相席をくあたわざるものであり、折に触れて、作品の中に登場する。 1880年、明治13年4月、市内養成小学校、現在の金沢市立馬場小学校に入学。1883年、明治16年12月に、母が、次女屋へ出産直後に、三熟熱のため生居し、去年29、教科は幼心に強い衝撃を受ける。1884年、明治17年6月、父と共に、 石川郡末島のマヤ夫人像に参った。この時、以来、教科は、修正、マヤ信仰を保持した。9月、金沢高等小学校に進学。翌年には、日本キリスト一致協会のミッションスクール、北陸英和学校に展示英語を学ぶが、1887年、明治20年にはここも退学し、市内の今見田次郎史塾で英語などを講じた。金沢専門学校、 後の第四高等学校進学を目指しての退学であったようだが、早くに志を改めたらしい。1889年、明治22年4月、友人の下宿において、小崎公陽の二人びくに食残下を読んで衝撃を受け、文学に志すようになる。また6月に富山旅行。この時期、おばなどに小遣いをせびって、 カ本を乱読するとともに、私塾の講師のようなことを務めていたが、11月に、紅葉の門下に入ることを志して上京。1891年、明治24年10月19日、ついに、牛込の紅葉宅を訪ね、心よく入門を許されて、その日から、小崎家での書生生活を始める。翌年12月、金沢市の大化の際に一時帰京した以外、教は、 尾崎家にあって、原稿の整理や雑用にあたり、紅葉の信頼を勝ち得る。1893年、明治26年5月、京都日出新聞に、松地事件を素材とした、諸女作、冠や財門を連載。紅葉の圧線による。紅葉は、新聞社の不評を理由にした、打ち切り要請を説得し、慣れない教科にアドバイスを与えながら、ついにこれを完結させた。 同年さらに、活人形、探偵文庫、金時計、少年文学を発表。8月には、活家療養のため一時帰郷し、その女に、京都、北陸に遊んで、後に帰郷。この時の帰郷をもとに、他人の妻を執筆する。1894年、明治27年1月、父が逝去し、再び金沢に帰る。生活の術を失い、 文筆をもって、米園の都とせんことを切に願う。予備兵、議決、キャン決などを執筆し、公用の添削を経て、読売新聞掲載。実用書の編纂などで家計を支えながら、1895年、明治28年には、初期の傑作、夜行巡査、文芸クラブと下科室、同然を発表。夜行巡査は、青年文学において、田岡霊雲の三辞を得、 このおかげで、下下室は、文芸クラブの関東に掲載されることになった。ここに教科の分断における地方は定まった。この年6月、金沢に帰り、祖母を見舞う。格気が感知せず体調は悪かったが、1896年、明治29年にはさらに、海上発電、太陽、美和電、国民の友、カ銀南、青年小説を発表し、 三否両論を受けた。5月には、金沢の祖母を引き取って、一家を構え、旺盛に執筆を続け、ついに10月には、読売新聞に、商用狂言の連載を始める。1897年、明治30年に、家長旧ずる創始。1898年、明治31年に、辰巳講談など。この頃酒の味を覚え、盛んに遊び歩く。 1899年、明治三十二年には、湯島参りを、旬陽堂から書き下ろし観光。1900年、明治三十三年、高野清新小説。1901年、明治三十四年、袖くず風、同然。1902年、明治三十五年、気象文、同然などを世に問う。1902年、明治三十五年、胃腸病のため寿司に西洋。 吉田健流の紹介によって知った伊藤鈴が台所を手伝いに来る。翌1903年、明治36年5月、二人は牛込かぐら坂に同棲を始める。この年10月30日、小崎紅葉が急成し、衝撃を受ける。強化は、研究者同人と共に紅葉の葬儀を取り仕切った。11月、国民新聞に風流戦を連載し始める。 1904年、明治37年、紅れないゆ記録生作。1905年、明治38年、銀丹削、文芸クラブ、洋楽品、新小説。1906年、明治39年、春秋、同然。同年には祖母を失い、胃腸病はさらに悪化してほとんど病床にあった。翌1907年、明治40年1月、山戸新聞において、 不敬図の連載開始。1908年、明治41年、草名球を、春陽堂より観光。1909年、明治42年、白鷺、東京朝日新聞。1910年、明治43年、歌安頓、新小説、三味線、堀、り、三田文学。三味線、堀り掲載にあたっては強化を評価していた、長い花風の行為を受ける。 この年から、周珍本郷下集、五巻の発行が始まり、すでにその文明は確立、人気作家の一人となっていた。1911年、明治44年、銀霊州を、高文館より観光。1912年、大正元年、三人の猛の話、中央公論。1913年、大正2年、インドザラサ、同然。 大正期には義曲にも志を持ち、1913年には、ヤ社外家、園芸クラブ、渡タ別荘、中央公論を発表。1914年、大正3年、日本橋を千召館より観光し、ここで、初めて総画の小村節体とのコンビを組む。1915年、大正4年、優画を、三田文学。教科選集と有理集を、春陽堂より観光。 1916年、大正5年、ハギウス内称話。1917年、大正6年、天守物語、新小説。1919年、大正8年、ゆえんの女を、婦人画報に、連載開始。1920年、大正9年1月、白尺の冠座し、婦女会。この頃映画に興味を持ち、谷崎淳一郎や芥川龍之介と、 愛知る。1922年、大正11年、ミノブのうぐいすを、東京日日新聞に連載開始。同年、露宿、いざよい。1924年、大正13年、眉隠しの霊暗く。1925年、大正14年、改造者より、番長夜子観光。また新洋堂より、京化全州観光開始。 京花押しと青木里美とん、谷崎純一郎、水上滝太郎、久保田万太郎、芥川龍之介、幼い薫が編集委員を務めた。1927年に完結。1927年、昭和2年、多新教、文芸春秋。この年8月、東京日日新聞と大阪日日新聞の招待で、と和田湖、秋田などを旅行。またこの年から、 京化を囲む999回、空空空会が、里見と水上を発起人として始まり、常連として、岡田三郎介、か木清方、小村節太、久保田万太郎らが毎月集まった。会の名は、会費10円を出すと一銭お釣りを出すというところから、1928年、昭和3年、廃園に罹患し、予後西洋のために、修善寺を訪れる。この年、 各社の文学全集、いわゆる円本で教科集が刊行される。1929年、昭和4年、能戸半島に旅行。この前後、紀行文の類いが多い。1930年、昭和5年、キノコ説法、文芸春秋。1931年、昭和6年、貝の穴に、カッパのいること、古日が下満。1932年、 昭和7年、菊合わせ、文芸春秋。1934年、昭和9年、小野ごと菊、中央公論。1936年、昭和11年、擬曲、お忍び、中央公論。1937年、昭和12年、晩年の大作、薄公葉を、東京日日新聞、大阪毎日新聞に連載する。雪柳を、中央公論に発表。 帝国芸術委員会員に任せられる。1938年、昭和13年、体調悪く、分筆生活に入って、初めて一作も、作品を公表しなかった。1939年、昭和14年7月、ルコーシングサを、中央公論に発表するも、この月下旬より、病床に付し、9月7日午前2時45分、 岩生廃主要のため成居。10日、芝聖章寺にて葬儀が行われ、雑子がや霊園に埋葬。戒名は遊芸院教芸ヒーロドリコジ。佐藤春夫の線にかかる。母鈴は、葛野の竜を鼓か方、中田万三郎豊木の娘で、その二位、次男金太郎は壊れて、宝生流して方の松本家に、養子入りした。すなわち宝生苦労の皇帝として知られた。 農学士、松本金太郎がこれで、その小松本町は、京家のいとこにあたる。町の長男は、廃人、松本隆、次男は、松本恵優、人間国宝。弟も、作家で、京家の社帝だというので、泉社帝を名乗ったが、あまり成功しなかった。母は、京家にとって、中世追母の対象であった。12歳で、 松藤聖のマヤホコラを訪れた時、マヤ夫人像を母の面影に重ねて以来、彼は死ぬまでマヤ夫人を信仰していた。妻、鈴はもともとカグ坂に桃太郎という名で出ていた。芸儀で、思考用は二人の関係を絶対に許さず、女を捨てるか、師匠を捨てるか、とまで強化に迫った。二人は、お互いを思いながらも泣く泣く離別を決意し、この体験が、 不景図の湯島天神の場の下敷きになっているという。紅葉の没後、鏡花は鈴と結婚し、夫婦仲は花肌良かった。修正互いの名を彫った腕輪を、身辺から離さなかったという。鏡花にとっての尾崎紅葉は、敬愛する小説家、文学上の詩であると同時に、無名時代の自分を書生として養ってくれた恩人であり、鏡花は修正このことを得として、 九死をしたい続けた。ほとんど崇拝と言ってもいいその態度は、文壇でも有名なものであった。病床にあって、なお紅葉は、愛で死境花の行末を暗示、原稿を求めてはこれに添削を加え続けたという。没後は、自宅の仏壇にその家を飾って、毎日の礼拝を怠らなかった。葬儀で、門弟代表として、長字を読んだのも、教科である。諸女作、 カンムリンが1894年、明治27年に、加賀北陸新報に転売、再連載されたことも、おそらく紅葉の口利きによるものと思われる。教科がほとんど旧市紅葉を深刻化していたのに対し、同教、同僧、同門の徳田修正は、使との間に距離を置き、自然主義一派に加わったため、二人の仲は良くなかった。改造車で円本を出す際、 弟子の了解を取るべく社長の山本茂彦が修生を尋ねると、では、教科のところへも行こうというので行き、話していると、修生が、紅葉はお菓子が好きでたくさん食べたから、絵を悪くして死んだのだと言ったところ、教科は火鉢を飛び越えて行って、修生を殴り、山本が間に入って、修生を外へ引きずり出したが、車の中で修生は泣き通していたという。しかし後年、の弟、 泉社邸が修正の所有のアパートで没して、以来、二人は和解し、交流を持つようになった。京花が死んだ時、里美斗があちこち知らせに歩いていると修正が来て、今死んだと伝えると、ダメじゃないか、そんな自分に知らせてくれたって、と怒ったという、里見斗ん二人の作家。尾崎家の書生時代、石橋仁月のところへ使いに行った際に柿をもらい、 紅葉への使い物と知らずに食べてしまって、後から痛く恐縮したことがあった。また、大福餅を買って来いと言われて、菓子屋に大福を売っているとは思っても見なかった教科は、わざわざ遠くの露店へ行って、屋台の安い大福を買ってき、紅葉に笑われたことがある。中島厚氏は、エッセイ、泉教科氏の文章の中で、次のように語っている。は有名な癖症で、 生物は食べない主義であった。このことは分断に広く知られていた。もらい物の菓子をアルコールランプで炙って食べたり、酒などはぐらぐらと煮立つまで缶をつけなければ絶対に飲まなかった。これを分断で泉缶と称した。手づかみで物を食べるときは掴んでいた部分は必ず残して捨てた。手元にいつでもちんちんとなる鉄瓶があって、 煮沸消毒できるようになっていないと不安があったという。外出時は常に小さなアルコールランプとごとくと小鍋を持ち歩き、一流料亭の料理ですらすべてをごったににして食べていた。また、鉄道旅行中にお茶を飲もうと座席の上でアルコールランプでお湯を沸かしていた。それを見た他の乗客が座席が燃えている。と勘違いして車掌を呼ぶ騒ぎになった。 潔癖症のせいで、豆腐の用事を嫌い、必ず豆腐と書いた。しかしその割に豆腐そのものは好きでよく食べ、貧乏時代は、おからでもっぱら上をしのいだ。ただし、冷ややっこではなく湯豆腐で、巣が立つまで煮込まれ、これじゃ、湯豆腐じゃなくて、沸騰腐だと、仲間からからかわれていた。谷崎潤一郎、吉井勇と鳥鍋を囲んだとき、 泉の潔癖症を知らない谷崎は、半えくらいがうまいと言って、次々に鳥を引き上げてしまうので、火の通った肉しか怖くて食えない京花は、ここから私の量分だから手を出すなと鍋に線を引いたという。中華料理に誘われて知らずに、買わずの揚げ物を食べてしまい、飛んだことをしたと慌てて放炭、胃腸薬を一袋全部飲んだことがある。生物は無論だが、エビ、シャコ、 タコのようなグロテスクな形をしたものも絶対に口にしなかった。お辞儀をするとき、畳に触るのは汚いと手の甲を畳につけていた。ただし信仰心は極めて厚く神社仏閣の前では必ず土下座したと伝えられる。また、自宅の天井板の合わせ目にはすべて目張りを行っていた。狂犬病を恐れて犬嫌いだった。蛇も嫌いだったそうだが、 作品にはよく登場する。喫煙者でキセルを愛用していたことでも有名だが、吸い口が汚れないために、妻の手製のキセルキャップを愛用していた。そのキャップをつける動作があまりにも素早かったため周りの人が簡単していた。お手伝いさんに二階に登る階段の掃除をさせるのに、一段一段専用の雑巾を使わせた。また、ネズミが入って不潔だと、食器棚を、 台所の天井からぶら下げさせ、食器をそこにしまわせていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。